緊急事態宣言レベル札幌市に関しましては、えー、ある程度クリアしつつあります三十、はい、日で解除できそうですかこのままの状況で感染新規の感染者数が落ちてくれればですね、はいえー、当然あの病床への圧迫というものも少なくなってきますので今の状態が続く けばですね、うんえー、解除していけるんじゃないかなというふうには思います。札幌でも今日でもあの50人60人という数字ですので、まあこれが30人あるいはその20まあできれば20人ぐらいまで落ちてくれるとですね、うん、その後のいろいろな対策というものを取りやすいんじゃないかなとこんなふうに思っています。うん そしてもう1つがワクチン接種に関してなんですけれども16歳以上の集団接種に関しまして札幌市でも具体的な日程がこのように決まりまりしたあの今の国からの供給量順調にいきますと11月中には大体8割。 の方がですね、はい、人口の8割の方が接種できるという数字になってくると思います、うん、出口戦略というところも皆さんもそろそろどうなるんだというふうに気にかかっていると思いますね行動宣言の緩和と経済活動はワクチンで100%感染を防ぐということはできない状況ですけども、まあ、重症化をかなり抑えられますのでそうすると 経済活動を徐々にこう回復をさせていくという取り組みをですね進めていくということにですチャレンジをしていかなきゃならない、今、国の検討している中身のですね情報収集をしながら、ワクチンパスポートと行政がどう発行していくのか、使い方、こういいったものをですね検討始めていますこれから出てくる行動制限の緩和ということも含めて、 感染症とのバランスをどう取っていくかということは引き続き重要なことだというふうふに思いますがこの子どもたちの学校行事、できるだけその感染拡大が収まってきたときにはで,す、ね、できるだけそのできるようにしていきたいいわゆるこのロックダウン的なことをする、しない、これについてはどうお考えですか、うん、今、やっぱりワクチン接種が進んでいる状況の中ではどこもロックダウンという手法というのはなかなか取らなくなってきているんじゃないかなというふうふに思います。ただ今後 こういった感染症、違う感染症が出てこないともかりませんので、はいえ、そういったことを想定をしておく、いろんな議論をしていく必要はあるというふうに思います、えー、さて、週末には3連休、シルバーウィークも控えています以前、緊急事態宣言が解除になった6月の段階では、20人前後まで数字が落ちているという状況がありますので。 もう一段、ですね皆様方のご協力をいただきたいというふうに思います。特に今週末から来週にかけては飛び石連休、シルバーウィークということがありますので、ワクチン接種が進んでいる状況の中で、今一度、この感染対策ということに徹底をしていただいて、不要不急の外出などについては、慎重にご検討いただきたいと、このように思います。